出ましたね、中西でしょうね。あのね、とりあえずですね、はい、野球中継みたいになってしまうんですけどね。そうしかないでしょう。さあバッターは足上、どんな決着がつくのか。神宮ボール、次に任すしかないわけですね。両軍ベンチそうですよ。さあ両監督立ち上がっています。中西初球ボール、なるでしょうね。今日のプレートアンパイアはマシア審判ですが、これはもうまあ別に判定変わる変わらないんだけど、もう一言言っておかなきゃすまんという中村監督、今のこのボール判定、どっちでも取れますからね。これような雰囲気に包まれております。しかし若松さん、この時これバッターもね、これ異常な心理状態ったらもう金田と変わらないでしょうけど。そうですよね、まあ、ですから打者はね、手にある程度ベルトからちょっとね高めのボールを待ってますから、組はもう絶対打たないぞという感じですからね。ボール先行の中西、3球目打ち上げた。ボールは反対側スタンド、ファールボール。先ほどまではバッティングケースに寄りかかっていた中村監督ですが、腕組み神宮大一番、ワンアウト満塁、ワンヒットでサヨナラ勝ちという場面を迎えているヤクルト。その差1点、さすがにもうこれ考えなきゃいけませんね。今日この試合は何としても勝ちたいヤクルト。
いや本当にシュートをね、初球、普通だったら切れるんですけども、切れませんでしたよね。オマリー必死に食らいついて、見てください、この投球。初めて見ましたね。いやー、なんと言っていいんでしょうか、9回ヤクルト同点に追いついて